仕掛けちゃうよ。イエーイ。はい、今回ね、私とオーくんのお友達の若葉ちゃんが来てくれてます。はい、若葉です。みんなよろしくお願いします。お願いします。今回若葉ちゃんと一緒にパパへドッキリを仕掛けていきますよ。はい。若葉ちゃんが今日この間にいることはパパは知りません。はい、うん、そして若葉ちゃんともパパは会ったことありません。はい。いつもはパパが帰ってきた時に私とオーくんが玄関から出てくるんだけど、私たちじゃなくて若葉ちゃんが出たらパパはどんな反応するんでしょうか。か、若葉ちゃんはパパどんな反応すると思う？びっくりすると思う。楽しみ。おお、絶対びっくりするよね。うん、誰みたいな感じで反応するかもね。実は今回このカメラの向こう側に若葉ちゃんのママさんが来てくれています。はい。なので若葉ちゃんのママさんと私たち3人でパパへのドッキリを仕掛けていきたいと思います。はい。若葉ちゃんママさんお願いします。はい、頑張ります。頑張りましょう。おう、おう。私たちは隠れて見ておきました。はい。若葉ちゃんはパパがピンポンって鳴らしたら開けてあげて、誰ですか、誰だみたいな感じで反応してください。うん、頑張る。頑張って。じゃあ僕と私は隠れておこう。ありがとう。はい。ママ、ママ、ママ、パパ、ハロー。ひめ、ひめちゃん。どなた様です。誰？いや、うちなんですけど。ひめちゃんと、お、ひめちゃん、おくん？ひめちゃんとおくんって？どちら様です。あの、よ、うちなんですけど、うちの家なんですけど、あの、どちら様ですか。え、鍵閉めちゃう。うちなんで、ここうちなんですけど。ですけど、え、姫ちゃん、おっ、ひめちゃん、おっ、ひめちゃん、おっ、パパ、おかえり。せーの、ドッキリ大成功。イエーイ。パパ、おかえり。おかえり。何これ、動画撮ってたの？そう、ほら、そこにカメラ。どこ？あ、そこでじゃん。どこ？あるじゃん。あ、ある。え、嘘。ちょ、マジで。嘘。え、どういうドッキリこれ。私とオークの友達の若葉ちゃんがパパに来た時に、こんにちは、出てきたらパパはどんな反応するかっていうドッキリでした。びっくりした。もうね、家間違えたのかと思って、自分家じゃないのかと思ってさ、明らかにオークとひめちゃんの靴とかもあるし、え、おかしいでしょう。間取りもうちなのに、完全に。今回若葉ちゃんも、ママさんにも協力してくれました。こんにちは、はじめまして。びっくりした。なんか、不審者扱いされちゃったじゃん、ママ。ねえ、誰、どちら様とかって警察呼ばれちゃうのかと思ったよ。焦った。大成功。今回私とオークの友達の若葉ちゃんと一緒に動画を撮るので、うん、これから動画撮っていくから。ああ、そういう、それでも来てもらってたんだ。そう。あ、それで若葉ちゃんのママさん。はい。あ、よろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。あ、びっくりした。はぁ、もうみんな行こう。不審者かと思ったよ。
もうね、これ若葉ちゃんっていうね、友達までね一緒にね、パパをはめるとね思ってなかったよ。でもね、次姫ちゃんとおくんにね、もっとすごいドッキリ仕掛けてやるんだからね。なんか言った？いや、なんでもない。みんなね、楽しみにしててね。ババコが落下、ババコがたくさん落下してくるわよ。何人いたかわかるかしら。よーい、はー、おしまいよ。正解はみんなわかったかしら。